食軍は被害を最小限に抑えつつ外邸の地から撤退した。しかし諸葛亮の北伐の構想はついえたわけではない。諸葛亮は時を置かず早急に軍を編成、再び軍を北に向ける。連戦での兵糧不足を鑑みた諸葛亮は前回の北伐から進路を短縮、要衝陳倉を奪取し、そこを前線基地とすべく軍を動かした。一方呉では揚州の魏軍を押し返すべく石庭などで戦線を展開。魏は東と西とで同時に展開する戦局への対応を余儀なくされる。結果蜀に対する魏の守りは薄い状況となっていた。陳倉を預かる魏将郭昭は県城で貨幣を補い蜀を迎え撃つ。三つどもえの情勢がそれぞれに死力を振り絞らせる。長鋒、漢口、正斎、若き俊英たちが堅固なる陳倉城に挑む。漢安国、勝利のため手を尽くすつもりだ。魏は五都の戦線も抱えている。今が攻める好機といえば好機だけど、こっちの兵糧軍費も余裕がない。お互いギリギリの中でのせめぎ合いだな。敵の数は少ないけれど、この地勢は守りに適している。それを生かした策も使ってくるはず。油断しないで進まなければ。この月影、発明は得意とするところです。私が送り出す兵器、期待していてください。城攻めには兵器が不可欠。今その準備を進めています。戦闘中に順次投入することになるでしょう。有効に働くよう戦局を作ってください。陳倉城の裏手に兵たちが向かっていった。おそらく上将の策を実行するのだろう。上将のお考えに間違いはあるまい。私たちはそれを信じ戦うのみ。海底では皆の心に救われた。この馬陽城は生涯忘れまい。さてこの陳倉は各将が守る堅牢なる城。さらにあの長江の軍も向かってきているという。だがこちらも攻城の準備を進めている。必ずや各将を撃つことができるだろう。ここを落とせば北伐の道程は短くなる。さあ共に固い守りを打ち破ろう。陳倉の鉄壁の守備を崩します。ここか。皆さん軍勢を期待しますよ。ここか。了解しました。敵の守り必ず破ります。勝者と運命を出し、ここが一歩踏み出されます。諸方が運命を、この戦争は勝者を守ります。承知しました。勝者を守って陳倉城まで進めます。参考させろ。生徒に帰ったらあれをやろう。そうだ、近い。ああそうだな。誓おう長鋒、父上たちがやったように私たちも。よし決まりだな。さあ早くこの戦を終わらせよう。持ってきても無駄よ。奴らを城に近づけるな。
敵の兵器は想定に。こちらも兵器で対抗しよう。この首もらい受ける。いざ弱点か。なんという武勇。敵将討ち取った。互い兵器を使っての消耗戦か。武器庫を開け。兵器を補充しつつ戦うのだ。敵の兵器補充を繰り返している。それならまず武器庫を攻めなければ。上将、地下通路が完成したとの報が届きました。わかりました。では、縦に分かれましょう。敵の目を引きつつ、裏から武器庫を叩きます。あなたは裏から侵入してください。敵の武器庫を叩き、武器の補充を断つのです。武器庫に。敵兵器の補充を断つ。皆のためにも急がなくて。力を。戦は知略でするものぞ。おい知るがよい。力を。今よ。私の知略が破れようと。ここが敵将。打ち取った。油断した。騒がれる前に撃破しなくては。その首もらい受ける。いざ弱点か。なんという武勇。敵将討ち取った。なんとか騒がれずに済む。先を急げ。
諦めんか。残りの兵も出動せよ。一気に押しつぶせ。制圧した。これで皆も進むことができる。報告、敵武器庫制圧完了とのことです。別動隊はうまくやってくれたようですね。では兵器を進めましょう。はっ、承知しました上将。私たちの勝利だ。ああ、やったな観光。さあ、帰ったら桃園の誓いだぜ。兄、嬉しそうね。